センタニ・キンジは、石川県加賀市出身の日本の元バドミントン選手。現在は、日本バドミントン協会の専務理事を務める。石川県立大正寺高等学校、中央大学、川崎ラケット工業三洋電機。全日本総合バドミントン選手権、大会男子シングルで1976年から4、連覇など7回の優勝を持つ。1990年、 山陽電機監督に就任。1996年から山陽電機女子チームを全日本実業団バドミントン選手権大会4連覇に導いた。日本バドミントン協会理事、選手強化本部本部長、大阪府バドミントン協会理事長、山陽電機総務人事本部分化、スポーツ推進部部長等を歴任する。石川県はバドミントンが盛んで多くの有名選手を、 排出しているが、そのほとんどは、バドミントン王国である県中央部の金沢市出身、あるいは、金沢市の学校の出身者であり、県西南端の加賀市出身の選手が活躍するのは、稀なことであった。そのため、仙谷の出身地である、加賀市などを含む南加賀地区では、仙谷の功績を記念し、1985年から、戦国廃僧脱少年バドミントン大会を、 開催している。全国高等学校総合体育、大会バドミントン競技大会、全日本学生バドミントン選手権大会、全日本、社会人、バドミントン選手権大会、全日本実業団バドミントン選手権、大会国民体育大会バドミントン競技、全日本総合バドミントン選手権大会トマス杯1979年と1982年に、 日本は地区予選を勝ち抜き、本大会に出場。共に、主戦選手に選ばれている。1979年には準決勝進出している。意識改革、海外転戦、バドミントン強さの秘密を聞く日韓スポーツ、2016年3月15日、山陽電機、バドミントンチームの歩み、ありがとうございます。